金大地光介カラス。カラスは、横溝正子の短編推理小説。金大地光介シリーズの一つ。オール読み物昭和26年7月号に、掲載された。昭和24年11月、伊佐ささ過労気味で、久保銀蔵の下で静養するつもりで、岡山県を訪れた金大地光介が、途中下車して旧地である。 岡山県警の磯川警部を訪ねたところ、格好の西洋地があると誘われ、ローカル線から京弁鉄道に乗り換えて、さらに駅から峠越えで三十分歩いた山奥にある杜場を訪れた。そこはカラスを使わしめとするお彦様を祀る神社を中心とする一貫村で、昔は随分流行ったところだが、今は錆びれていた。お彦様は、もともとは温泉宿の主、 ハスイケケの帝内にあったものを、廃電や祈祷所を帝外へ出して解放したもので、ハスイケケの当主が、勘主のような役を務めていた。そのハスイケ家の婿養子が3年前に失踪する事件があり、金田市と磯川が到着した翌々日にあたる11月7日が、それからちょうど3年後であった。到着の翌日、磯川は金田市を山歩きに連れ出して50分以上、歩き、 巨石の気象峰の役師にある洞窟のおこもり堂へ連れて行く。磯川は3年前の失踪事件の日、天井にカラスの死骸が逆さにぶら下げられ、当時張ってあった床板に、血潮が止まっていたことを語り、さらに失踪事件の経緯を近代地に説明した。昭和21年4月、その年の正月に復員してきた邸之助を玉尾の婿に迎えた。 邸之助は元来魂の崇拝者で夫婦仲もうまく、言っているように思えたが、結婚以来二人とも冴えない顔色で、特に邸之助のふさぎようはキーでもあった。失踪前日の11月6日、邸之助と安助は、おこもり堂で、泊りがけの寮に出かけた。翌朝、蓮池家,家の庭内にある、お彦様のご神体へ、幾代が灯明をあげに行った後、邸之助がやってきた。 そして押し問答するような声が聞こえ、押し出されるように神殿から出てきた幾代は、誰も入るなという定之助の言葉を伝えた。10分ほど後、安助が朝食のため6時半におこもり堂で落ち合う約束だった、定之助の姿がなく、代わりにカラスの死骸がぶら下がっていると言って戻ってきた。そこでずっと様子を見ていた人々が、神殿に入ったが定之助の姿はなかった。 祭壇の裏には人が抜け出せる窓があったが、鉄の扉が閉まっていて、中から掛け金がかかっていたと玉尾が主張したため、定の助が消えたことになってしまった。そして、祭壇には畳まれた両服と両棒に挟まれて、のりとの折り本があり、その中のカラスの羽が挟まれたページに、我は行く。三年の間我は帰らず、見とせへば、再び我は帰りきらんという文句が、 墨の字をカラスの地でなぞって書いてあった。また、幾余によると、最初に神殿に入った時祭壇の下に手之助のスーツケースがあり、それがなくなっているという。さらに玉成名義の銀行口座から10万円引き出されていることも分かった。それから3年経って磯川が改めて来訪したのは、玉成によると思われる匿名の手紙で依頼されたからでもあった。 磯川と金大地が宿に戻って、昼食をとっていると、京弁の駅がある町で、邸之助に出会ったという行くよの話を、おすぎが伝えた。邸之助は寄って行きたいところがあると言って、スーツケースを行くよに預けて去ったという。スーツケースには、下着類や、洗面道具などが入っており、玉尾は確かに、邸之助のものだと証言したが、3年間、寄古したような形跡はなかった。 磯川は、丁之助の帰還を起きて待っていようとするが、近代地は奉公人たちに何やら聞いて回ったきり、さっさと寝てしまった。翌朝、行く予があったという丁之助と同じ服装をした男が、神殿に駆け込んで、中から掛け金をかけてしまった。お杉が留吉を呼び、玉尾と共に、裏へ回ると、窓は開いていた。留吉が中へ入ると誰もおらず、祭壇に、 のりとの折り本があり、その中のカラスの羽が挟まれたページに、我は帰れり、されどまた我はいかん、二度と再び我は帰らじと、ケツ文字で書かれていた。そこへ、裏山の奥の、地蔵崩れの崖の上で定之助と安助が、喧嘩していると言って行くよが駆け込んできた。日課の竹取りに行った行くよは定之助に遭遇、行くよが引き止めるのを振り切って逃げ、そのことを知らせに戻る途中で、 安助に遭遇し、安助が邸之助を追って行ったという。磯川たちが崖の上に着くと誰もおらず、誰かが滑り落ちた形跡があった。一時間後、安助の死体が崖下の落ち葉の下にうずもれた状態で発見され、邸之助は発見されなかった。その晩、町へ行って戻ってきた近代地は、三年前に邸之助には消失せねばならない何らかの必要が、生じ、 夫婦で凶暴して神秘的な消失を演出したと指摘する。しかしその後、玉尾は神殿から消えたのが定之助ではなく、安助ではないかという疑いを持つようになった。その理由の一つは、それまで定之助と安助の両方を、お兄様と呼んでいた育代が失踪事件以降、安助のことをそう呼ばなくなったことである。育代は三年前の事実を語る。 神殿に来たのはやはり安助で、玉尾も承知していることだから来たのは、帝之助だと主張するようにと言い含められ、さらに呼び出されて無理無体に男女関係を持った。周囲が安助を自分の言い名付けと考えていると思っていた幾代は、それを受け入れていた。しかし、安助がお杉とも関係していることを知り、さらに帝之助のスーツケースを安助が、 山中に隠していたことを知った幾代は、それを家に持ち帰って隠し、三年経ってたまが、安助と再婚するのを阻止しようとした。幾代が街で出会った人物は実在したが別人で、それを丁之助に仕立てて話し、スーツケースだけでも帰ってきた状況を作ろうとしたので、ある。幾代の計画に気づいた康助は、丁之助が二度と戻ってこないと宣言した状況を作った上、幾代を、 崖の上に呼び出して殺そうとしたが、弾みで自分が転落してしまった。安助は、丁之助の姿のままだったので、行くよは、その紛争を脱がせて落ち葉に埋め、紛争は別に隠したのである。丁之助は3年前に失踪計画を知っていた安助におこもり堂で殺されていた。カラスの死骸は、その時の血をことするためであった。 失踪を計画したのは玉尾が女であって女でない体だったからである。後取りの誕生を待ち望んでいるモンタユーの夢を壊すわけにもいかず、かといって向こう用紙の定の助が愛人を持つことも難しく、離縁すればまた別の用紙話が持ち上がるという状況の中で、再び縁談が持ち上がらないような形の失踪として計画したものであった。三年という期日は、 モンタユーの寿命を見込んだ期間だったのである。テイノスケらしき、白骨死体が、巨石の下から発見されたのは1月ほど後のことで、あった。名探偵、金大一光助シリーズ黒い羽の呪いは、TBS 系列で1996年3月25日に放送された。ありがとうございます。